皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブンウィークリープレイヤー第4節やっていきたいと思います。はい、ということで今週登場の FP こんな感じですね。まあ週間 FP がちょっと寂しい感じはしますが、クラブセレクションはまあ豪華ですね。はい、ということで今回もやっていきたいと思います。はい、現在のスカットこんな感じです。というかちょっとねメンバーが入れ替わってます。まあ俊介のね、ボックスガチャ来てたと思うんですが、それ引くためにまあいらない選手を売ったりとかしたので、若干ねメンバーも変わってたりします。でレンタルの選手がちょっと外れているのはセブンイレブンカップでレンタルの選手使えなかったので外したって感じです。はい、ということで今週のガチャ見ていきましょう。今週はこちらの5択ですね。まあ週間 FP とクラブセレクションが4つです。はい、まずユベントスから見ていきましょう。まあキーパーがね欲しいポジションではあるんですけど、このチームで言うとシチスニですね。まあここでもいいですね。あとはまあベンタンクールとかも強いですし、まあロナウド、ディバラ、まあそうですね、うちのチームであればもう即戦力級の即戦力なので、まあ心来たら嬉しいですね。はい、続いてセルティック。まあこちらが今週の中ではちょっと寂しいガチャなので、避けたいとこですかね。まあその中でもオノソンのエドアールとか、まあフォレスト、アンカーのブラウン、この辺がいいかなとは思いました。続いてバイエルン行きましょう。まあバイエルン当たったらまあ基本的に外れはいませんので、ここもいいですね。ゴールキーパーだとノイヤー、そしてレバンドフスキーも欲しいですしね。続いてチェルシーですね。まあこちらもまずまず面白いガチャですよね。まあキーパーケパなんですけど、まあ今いるキーパーよりはもちろん強いので、まあこちらでもいいですし、もちろんカンテ、エイブラハム、アスピリ。はい、最後週刊 FP ですね。まあ週刊 FP、まあ今週はちょっとさっぱりめなんですけど、マネとかレーノ、まあこのあたりは即戦力級ですし、あとはまあタディッチもね、ノーマルから93の総合値、まあここはね、侮れないと思います。ルーレット早速回していきたいと思います。はい、ということでルーレットの方を回していきましょう。今回はこちらの5択ですね。はい、まあさあ、セルティックだけはやめてほしい。それだけをね願って今回ルーレット回していきたいと思います。正直あとはもういいかな。週刊 FP もまあいい選手はね中には入ってるので、まあセルティック以外であれば何でもいいかなって感じはしますね。ということで止まります。おし、バイエルン来た。はい、ということで今週はバイエルンですね。はい、ということで今回バイエルン来ましたね。初めてルーレットでいいとこ当たったかなという感じがしております。バイエルン見ていきましょう。黒は100ですね。内容はまあさっきも見ましたが豪華絢爛ですよ。はい、まあレバンドスキー、ノイヤー、まあチアゴアルカンタラ、コーチーニョ、ボアティング、ゴレスカ、ミュラー、パバール、はい、あたりですですね。うちのチームはゴールキーパーも結構穴なので、まあノイヤーでもねいいかなという感じです。ということでね、引いていきたいと思います。今週のウィークリープレイヤーはこの選手。はい、では引いていきましょう。バイエルン、まあその他ヨーロッパ、いやー楽しみだな。いや誰来る誰来る、いやー頼む、レバンドフスキーとか、ちょっとわからない。おー、ディフェンスか。あ、パバール、パバール。マジか。パバールがここでも来ると。まあ、本赤の方でもパバール来たんですけど、こっちでも来ました。はい、ということで、今週のウィークリープレイヤーはパバールですね。はい、改めて能力見ていきましょう。ポジションもまあ適正広いですし、あと守備的サイドバック、まあ能力もこんな感じで、まあまんべんなくいろいろなことができそうな選手ですね。ディフェンス能力も高いですし、後半6上がってる点もいいですよね。スキルはご覧のような感じです。はい、ではスカットにパバール入れていきましょう。今週パバールは C か。はいはいはい。ただ相性は99ですね。とりあえず、こうですかね。で、こうですかね。はい、まあ先ほども言いました通り、まあセブンイレブンカップの報酬がまあもらえてるんですけど、まあトレーナーどうしようかなと思ってますね。今4000、2000がまあこんなにあるので、まあ誰かにね、一人に食わせようかなとは思ってます。まあ一人ルーレットを FP 選手で決めてかなという感じで今悩んでますね。あとはレジェンドの入っている、まあ指定選手のスペシャルのスカウトももらえたんですよね。あ、このままで引いてもいいんだけど、どうしようかなとこれも悩んでおります。まあ何かご意見あればぜひよろしくお願いします。はい、ということで対戦よろしくお願いします。スペマです。はい初のスペマですね。
まあまあ、でも相手ローマアイコニックが2人いますからね、その人たちには点を取らやってしまって、間取られてバカ横で詰めて OKOKOK、さすがバカ横ですね。ここは危ないけどつなぎます。間通して中戻して、あ、人数多い、サイド出してモレノもう一回、あー読まれた、へえ。結構相手もポゼッションタイプなのか、結構待ちますね。いや抜かれた、オッケー、いや出したか、あーそれこれ危ないね。オッケー取ったでしょ。パバール、いいね、パバール、なんかパバールの加入なんか嬉しいわ。大赤でも取ったけど、そっちよりも先にこっちで試すっていう、あ、ずれてる。マラドゥ、この人、モレノ、モレノ、おお、チャンス、あ、どうしよう、打てる、OK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 、弱いかと一瞬ちょっと思ったけど、なんとかいいコースに飛んでくれたね。サイド空いてます、マラドーナで引きつけたいけど来ないから出します。あ、裏、あ、一個多かったな、もう一つ前で出せてたら。通ってたかは分かんないけど、チャンスになったかもしれない。そうでもないか、誰これ、中ちゃんじゃん、 OK、 ここ足出す必要なかったと思いますけど、あー邪魔されてる、ラッキーラッキー、あ、これ誰、バカ横か、おお取れる、おー、ちょっとここは危ないのでクリアですね。相手ボールですね。バティストゥーターダメ、打たせるとやばい、あ危ね、あ、そっか、こっちのキーパー身長が低いアイトール・フェルナンデスなんでね、特に気をつけないといけない。ここは空いてるでしょ、多分こう蹴ると取れないでしょ。はい、ルイス・アルベルトも、うん、セブンイレブンカップで結構試合使いましたが、なかなか良かったですね。ナンバー10もまあこのメンツではいい方かも、いい戦力として迎え入れました。やばいよ、中田大きく、ニアカパーカ、あぶね、オッケーオッケー、あ、もうターンでしょ、ミスった、やばい、おお、ナイスキャッチ。低弾道ありますか、あ、なかった。マラドゥが落として、ルイス・アルベルト、あ、倒された。レナート・サンチェス、これがいいんだよね。あ、打つな、打つ、ニア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 、ほらニアいった、キーパーノイアか。レナート・サンチェスはあれがあるんだよね、やっぱボックス2ボックスで、あ、まあ決定力いいんだけど、あれがあるから本当助かるますね、助かるますって。相手は高さありますからね、足元を入れてくるのも一つですよね。コーナーか、ヘッドで崩すのは難しいか、ラン、マラドゥ惜しいね。ロナウドはパバール対策と、戻されるからそこ詰めると、オッケーオッケー、あーしんどいね、クロスか、マジか。ロナウド、おー、どっちこれ、あ、出ないか。まあ、蹴りましょう、前に。あー、なんで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 、あ、どうしようかな。アラバに行かせて、レナトさんって言ってますね。あ、チャンス。チャンス。まだある、あー、伸びるんか。まあまあまあ、前半終わったので、よしとしましょう。さあ、後半スタート。はいはいはい、後半が始まっていました。モレの、あー、キープできないか、させた、マティス・トゥータから、ここは間、おー、あぶね、危ない、 OK、 ベナティから浮かせてパス、はい、トラップ、デンベレ、デンベレ、デンベレさん、デンベレさん、オッケー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 。マラドーナからちょっと戻したら、取って、オッケー。バカ横、もう一回バカ横、バカ横、シュートナイス。オッケー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 。デンベレでトラップスルーして、あ、モレの微妙、お、いい、開けてくれた、助かった。いやー、いらんか、そこを決めれないか。うん、これは参りましたね。あ、やばい、ここでカバー、あ、
早すぎる早すぎる、ここだったらここだから打たれてもなんとかな。 OK 取れました、つなげます、バカよか、あいた、このスルーパス、いやー右だからか、モレノとの呼吸が合わず、あ取れる、あ吐かされた、後ろはいいですと、あんまり深追いしないでおきたいよと、マカ横、あ横横、ペナトサンチェスはこれもできると、いやーこれがいい、うん、ほんとほんとこれがあるからレナトサンチェス好きモレノはマラドゥとのワンツーでモレノ抜け出し、アザール蹴ります、モレノはちょっときついね、フィジカルもなければ身長もないという選手だからね、とりあえず無失点で行きたいけど勝手にアラバにカーソル変わりましたと、あ危ない、 OKOKOK、 アラバからレナト、レナトはいいね、もう後半もうちょっとライサク上がってほしいな、バカ横サイド散らせれる、いいや、マラドゥからジアシュつなぎ、モレノはなんかやってる、おおチャンス、どうしよう打つか、自分で打とう、オッケー、入ってないの、なぜ左、あ PK 取ってくれたんだ、ラッキー、ここはマラドゥのゴールに期待して、マラドゥは左ですね、違います、右ですね、はい OK、ああなるほどね、シュートを防ぎに行ったところレナトサンチェスに削られたの、レナトはちょっと疲れてますね、ジアシュには通らない、ああここ無失点で行きたいね、どうせなら、ああラストプレイか、誰か誰かモラタを、誰かモラタ、ああ無理助かった助かった、スペマでも重くなかったな、このスペマはいい回線の方と当たったんでしょうね、なんかスペマって重いイメージありますけどね、まあ、ここ良かったですね、うん、ちょっと弱いかなと思ったけど、まあ、FP の感覚だったらもうちょっと強いシュートのイメージだったけど、あこの選手ノーマルですみたいなね、しっかり決めてくれましたね、モレド